見るぞ、知るぞ、わかるぞ、聞くぞ。どうもこんにちは、編集長の庄島です。今回は社会福祉コース大西先生を取材していきたいと思います。先生は児童福祉を研究されています。皆さんは子どもの貧困という言葉を聞いたことありませんか？子どもの貧困は現在だけでなく、その先の未来にも大きな影響を及ぼします。このような問題にどのように向き合っていけばよいのでしょうか？一緒に考えていきましょう。社会福祉コースの大西です。今日は子どもの貧困問題についてお話したいと思います。皆さん、なぜ子どもの貧困が大きな社会問題として捉えられているのでしょうか？2013年に子どもの貧困対策推進法が成立し、貧困の連鎖によって子どもの将来が閉ざされることが決してあってはならないとの決意のもと、国を挙げて対策が進められています。この子どもの貧困対策推進法は2019年に改正され、第1条の目的に児童の権利に関する条約の精神にのっとりという文言が明記されました。また第2条の基本理念では、子どもの最善の利益が優先されることが示されています。貧困は国が第一優先で克服に向けて取り組むべき社会課題であることは言うまでもありません。ところで、貧困とは具体的にどのような状態を言うのでしょうか？ここではまず簡潔に貧困の代表的な考え方である絶対的貧困と相対的貧困について確認しておきたいと思います。絶対的貧困とは、食べるものがない、衣服がない、家がないなど必要最低限の生活水準が満たされていない状態を言います。具体的には、貧しい発展途上国や戦後間もない日本などがこの状態にあると言えます。一方、相対的貧困とは、経済的理由でその国の地域の大勢が持っているものを持っていない、あるいは体験に参加できないなど、普通の生活を送ることができない状態のことを言います。ここでいう普通の生活とは、食べ物や衣服が満たされていることはもちろんのこと、スポーツやレクリエーションへの参加、友人との交流などの機会も含みます。この両者を比較すると、絶対的貧困は視覚的に困窮の状態であることが理解しやすい、言い換えると判断しやすいのですが、相対的貧困はその状態が貧困かどうかはっきりとせず、明確にわからない、判断しにくいことがあります。ですので、相対的貧困は見えない、あるいは見えにくい貧困とも言われます。我が国での子どもの貧困とは、この相対的貧困のことであり、生活困窮など生まれ育った家庭やさまざまな事情から健やかな成長に必要な生活環境や教育の機会が確保されず、学習意欲の低下や不規則な生活習慣、自己肯定感の欠如などさまざまな影響を受け、成長が妨げられてしまう状態を言います。つまり、貧困が発達上最も問題になるのは、それが生活環境の質を劣化させ、人の発達可能性を制限してしまうからです。これからを生きていく子どもたちから社会との関係と機会、チャンスを奪ったら明るい未来は見えません。子どもの貧困を考えるとき、その本質的な問題に目を向けることが重要な第一歩になります。次に、
子どもの成長や育ち、メンタリティへの影響についてお話したいと思います。相対的貧困にある子どもたちは、経済的理由によって大人になるための発達段階で様々な機会が奪われてしまいます。そのため子どもの人生全体に影響を与えていきます。それに加え、子どもたちは他人と比較して自分の置かれている状況が鮮明になることで自己嫌悪に陥り、強い劣等感や絶望感、将来に対して諦めの気持ちを抱くこともあります。このように子どもの貧困は、人と人との関係性やつながりの喪失を生み、それがさまざまな社会生活上の不利を生じさせます。そして子どもたちの傷つきと生きづらさを引き起こすのです。つまり経済的困難が起点となり、さまざまな問題を生じさせ、その引き起こされた問題が新たな問題を生み、また次の起点となって新たな問題を作り出してしまうのです。経済的困難、つまり貧困をきっかけに、さまざまな問題が幾重にも重なり合って、それが複合的な問題となって生活の困難を生み出していくのです。その困難は時間の経過に伴って循環し、さらに問題は多重化、深刻化していくことになります。貧困の中にいる子どもたちは、知らないうちに不利の連鎖に飲み込まれ、負のスパイラルにはまっていきます。一度このような負のスパイラルに陥ったら、なかなか這い上がることができない不利の連鎖の渦に飲み込まれていくのです。最近ではこの貧困による不利の連鎖、とりわけ世代間連鎖について、社会的相続という概念で説明されることがあります。社会的相続とは、自立する力の伝達行為のことを言います。日本財団の子どもの貧困対策プロジェクトの資料によると、親は子どもに対して将来必要となる自立する力をさまざまな形で伝えていくことを示しています。具体的には、子どもにかけるお金、子どもにかける時間、親の周囲の関係、親の生活習慣、親の価値観などです。当然社会的相続の担い手は親だけではなく、親族や近隣の大人、学校の先生、施設の職員なども含まれます。この自立する力の伝達行為の充実と担い手の確保が、貧困による不利の連鎖を断ち切るために重要な視点になります。また子どもが将来の夢や希望を持てない諦めも深刻な問題です。貧困による不利の連鎖により、さまざまな機会、チャンスが得られない場合、次第に子どもは将来に夢や希望を持てなくなり、それを叶えたい、実現させようという気持ち、意欲が湧かない状態になります。どうせ私なんか、私には無理という感覚に支配され、何に対しても早い段階で諦めるようになるのです。つまり諦めが当たり前になります。この諦めは、その後の新たな機会、チャンスへの意欲も失わせるのです。将来の夢や希望がなくなり、日常が無感動と無気力に支配され、閉塞的になっていく中で、さまざまな可能性を自ら潰していく、セルフネグレクトの状態に陥っていくのです。貧困によって生きづらさを抱え、多くの傷つきを経験しながら暮らしている子どもたちに対し、社会はもっと関心を持ち、社会全体で何ができるのか、何をすべきなのかを考え、行動しなくてはならないと考えます。まさに今、社会の在り方が問われていると思います。